なんと金運が特に上がる時間があるんですよ。で、この時間にアクションすると金運効果に恵まれるという時間。それが11時から13時。さあ、みんなで開運するよ。願いが叶っていくのりこちゃんねる。始まります。さて、1月11日は天赦日、一粒万倍日、木のえねの日の超最強トリプル開運日がやってきます。この日のお誕生日の皆様、おめでとうございます。楽しくお過ごしください。そしていつもみんなのコメントからパワーをもらってます。ありがとうございます。で、こういうコメントもいただいてます。のりこさん、いつもありがとうございます。私の番が来ましたよ。教えていただいたことをできることだけ楽しくやっていたら、150万円さんがやってきてくれました。ありがとうございます。おめでとうございます。150万ってすごくないですか？すごいですよね。そして嬉しいです。やっぱり私の番だなと思ってると、そのエネルギーってもらえるんですよね。だから、次は私の番だと思いながら楽しくお過ごしください。それでは、1月11日なんですけど、天赦日、一粒万倍日、木のえねの日のトリプルになりますけど、天赦日はあらゆることに最上の吉日でね、年に数回しかない貴重な日になります。で、最上の大吉日でこの日に始めたことは、成功すると言われている歴上最強日なんです。そして一粒万倍日は、一粒のもみが万倍に実るというとっても嬉しい日なんですね。木のえねの日は縁起のいい吉日で、木のえねの日から始めたことは長く続くとか、この日に行動を起こすといい運気に乗れると言われてるんです。またね、大黒天様ともご縁があるので、金運、財運、出世運、商売繁盛のご利益があります。ということで、この日はいろいろなことや、新しいことを始めるにも、とってもいい日なので、まあ、開業するとか、起業するとか、銀行口座を作る、欲しいものを購入する、お財布を購入したり、使い始めたりするのもすんごくいいですね。この天赦日と一粒万倍日、そして木のえねの日は、もう年内で1、2を争うほどの最強クラスの開運日なんです。まあそんな日がね、2022年、年明け早々にやってくるなんて、まあすごいことですね。ということで、今回は超最強トリプル開運日にするといい、開運アクションをご紹介したいと思います。で、この日にするといいことの一つ目は、開運フードを食べることなんですけど、まあ今日はね、金運、強運、ラブ運と共通して旬のものを意識して、自分の好きなものを食べるってことなんですね。今のこの旬の時期に取れるものを体に取り入れることは、ね、栄養価はもちろんのこと、生命力にも溢れているので、旬の食材に強いパワーが宿っています。だからね、旬のものを取ると長生きすると言われてるんですよ。そして、食べ物は直接体内に取り込めるので、開運の効果も現れやすいんですよね。なので、旬の食材のパワー効果を使って、さらに最強に開運することができます。そしてね、旬のものを意識して食べると五感にもいい刺激がありますから、さらに好きなものを食べれば、まあ美味しいしね、心地よい状態になって気持ちも前向きになります。なので、旬のものを意識して自分の好きなものを食べてくださいね。もちろん自分が好き、食べたいと思うものでいいですから、自分の心に聞きながら食べてみてね。そして2つ目の開運アクションは、開運日には欠かせない金運アップ掃除なんですけど、まあこの日はやらなくても OK かなと思います。まあせっかくのトリプル開運日ですから、自分を徹底的に楽しませることに集中することがいいんですよ。でもね、もしやりたいっていう時は、洗面所を掃除するといいです。まあ排水口のゴミを取って洗面台の水を拭き取るだけでも効果はあるしね。その場所をピカピカに磨いたり、パイプ掃除したり、最後にお塩をパラパラっと落として水へ流すだけで邪気払いができますからね。そして、3つ目の開運アクションは、神社参拝。
木の稲の日でもあるので、大黒天様を祀る神社や、金運アップの神社に参拝に行くといいですね。で、今年最初の木の稲の日でもあるので、初木の稲祭などが行われる地域もあります。で、大黒天様は、金運、財運、商売繁盛のご利益がありますけど、縁結びの神様でもあるので、恋愛にはバッチリなんですね。で、ここで自分のなりたい生活や、お金の宣言をぜひしてきてください。そして4つ目のカイアクションは、お風呂にゆっくり入ってボディケアをするなんです。お風呂って筋アップする場所なんですよね。なので、そこでしっかりお風呂に入ってボディケアすることは、自分を大事にすることにつながって筋アップ効果があります。で、お風呂の中でマッサージしたりね、自分の気に入ってるボディーソープで体を洗ったり、半身浴したりと、自分の体が喜ぶようなケアをしてあげる。で、その時は自分の体に必ずありがとうと言いながらボディケアしてあげてね。これだけで私たちの体や細胞もね、活性化するからね。そして次にやったらいいカイアクションの5つ目。とにかくやりたいことを始めてみるっていうことなんです。とってもパワーが強いので、この日に始めたことはお金につながったり、金運アップのチャンスに恵まれやすいんですよね。で、年が明けて割とすぐの最強完備なので、2022年の運気をより良いものにしていくようにね、新しいことややってみたかったことにチャレンジしてみるといいよね。そしてその中でまず1つ目、やりたいことを書き出す。そして2つ目、欲しいものを書けるだけ書く。まあ、紙に書き出して言ってみてください。欲しいものを書き出すって結構楽しいんですよ。でも意外といっぱい書けなかったりするんですね。だから具体的に何が欲しいか書いてみてね。そうすることで、この日は最強のパワーが流れてるので、書くことでも願いを叶えるスピードが速くなってくるし、早く手に入れられるくらいのパワーがあるからね。まあ、なるべくだったらちょっとでもいいから、この日は動いてみるといいですね。そして6つ目のカイアクションは、この時間にアクションするなんです。1月11日はゾロ目の日でもあるんですよね。で、エンジェルナンバー111の意味は、あなたの望みが叶う時を迎えてますっていうお知らせなんです。で、もともと数字の1は前進するという意味があるんですね。で、1を見た時は理想に向かって進んでいく時だよというサインが宇宙から送られています。その1が並んだ時は、その理想がもうすぐ現実になるよと教えてくれるんですね。だから1月11日は、ね、自分の望みが叶う日でもあるんです。この1月11日前後にこのゾロ目を見ると、さらに金運効果や願いが叶うパワーが増しますから、見れるかちょっと楽しみだよね。そしてですよ、なんと金運が特に上がる時間があるんですよ。で、この時間にアクションすると金運効果に恵まれるという時間、それが11時から13時。もうね、今日は全部重なってるっていうやばい日なんですよ。ということで、この11時から13時に開運アクションができたらやってみて。そして真夜中の1時11分またはお昼頃の1時11分に叶えたい願いを言葉に出してみる。このコメント欄に書くのもおすすめです。願いをね、書いてみてね。で、この時間は特に願いが叶うパワーが強力に働きます。なので、お金の願いを言ってみる、叶えたい願いを言ってみる、宣言してみる、これはとってもおすすめです。まあ、みんなのコメントを待ってますからね。という今回のトリプル開運は、いろんなことが重なってるので盛りだくさんになります。そして超最強トリプルの金運パワーのエネルギーが流れてるので、運をいっぱい動かして運のポイントを貯めていこうね。それが運のポイントとして、どこかで豊かさが返ってきて、お金がどんどん巡ってきます。で、こういう日は自分の心地よさをまずは意識して大事にすることも開運アクションの一つです。だから一つでもできれば OK。 できなくても充電日として OK です。楽しんでお過ごしください。それでは、この超最強トリプル開運日にやろうと思うこと、そして予祝したいこと、
お金の願いをぜひこのコメント欄に書いてくださいね。書くことによって自分の意識に入ります。波動が高いこのコメント欄に書いたら早く引き寄せますからね。それではみんなで最高のハッピーを手に入れようね。おまけ。いつもありがとね。先日ね、もう昨年になっちゃうんですけど、運気が上がる音楽を YouTube で上げたら、まあ聞いた直後に臨時収入がありました。予想外のプレゼントを人からいただきました。予想外の臨時収入がありました。驚きです。不用品を捨てようと掃除してたら、なんと未使用のクオカードが出てきました。この音楽を聴きながら引き出しを片付けていました。海外にいる友人とメールアドレスを紛失してしまって連絡が取れなくなっていたのですが、見つけました。見るとぐっすりと安眠できますとか、よく眠れたとかね。元気なワンコたちもこの音を聞いていたらうとうとみんな寝ました。ようやく心休まる音楽に出会えた気がしましたとか、疲れが取れましたというようなコメントをたくさんいただきました。たった数日しか経ってませんが、臨時収入の方も多くてびっくりしてます。ということで、せっかくのこのトリプル甘味ですから、明日はまたね、音楽をプレゼントします。それも大金運するように、作ってる音楽で、それにプラスして私の光のパワーをチューニングして送りますから、開運アクションするとき、眠るとき、流しっぱなしでも OK ですから、ぜひ使ってみてね。みんなが気アップすると嬉しいなと思ってます。じゃあね。